どうも、直樹です。今日はですね、実家暮らし大学生の、自粛生活をね、紹介していきたいと思います。それではよろしくお願いします。自粛生活といっても、やることはないんですけども、学校の課題をやっています。で、何の課題かというと、ボランティアローの課題をやっています。この課題の提出日が、来週の水曜日までなんですよね。で、授業もあるので結構きついんですよ。で、なんとか頑張ってもらせます。これね、何やってるかというと、これタオルを巻いて、握ってね、これ血圧をね、下げる運動をしています。で、これをやるとね、血圧がもう下がるらしいんですよね。で、これを、両手で2セットですね。2分間を2セットね、やっています。ね。僕ね、血圧ね、測ったんですよね。健康診断で測ったんですけど、その時に見た数値がですね、150いってたんですよね。危ないんですよね、結構ね。で、これを2分間やって、やることで、血圧がね、下がるらしいんですよ。はい。なので、血圧が高い方にはね、おすすめです。はい。ぜひね、やってみてください。でね、今筋トレしています。たまに筋トレはするんですけど、だいたいやるのは、腕立てかダンベルで筋トレを行っています。もうすでにね、辛い表情をね、しているんですけど、で、見ると分かると思うんですが、すごいね、腕が細いんですよ。で、芸人で例えると、アンガールズ山根ですよね。で、なんとかね、筋肉がつけられるようにね、頑張っていきたいと思います。でね、僕ね、ちょっと変わった特技があって、これね、トランプいじってるんですけど、実はですね、僕ね、マジックができるんですよね。ね、例えばですけど、こんな感じでカードを混ぜてみたりとかやってるんですけど、で、例えばね、こんな感じで、1枚選んで、例えばこれダイヤの10ですよね。で、このダイヤの10を一瞬でいきますよ。このダイヤの10を1、2、3って振ると一瞬にしてハートのクイーンに変わっちゃうというね。これすごいですよね。でね、僕の YouTube チャンネルをこれ見てるんですけど、ありがたいことにね、僕のチャンネル登録者が、30人に突破したんですよね。本当にね、皆さんね、いつもありがとうございますね。これからもね、頑張ってね、投稿したいと思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録をお願いします。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。Twitter もね、インスタやってますので、概要欄からフォローね、お願いします。それでは、じゃあねー。